所粉砕、目標撃破確認。私有体内崩壊エネルギー流動速度減速確認、通信システム正常化。よし、次の心臓に向かうわよ。待って、水晶のかけらの中に何かあるみたい。これはブローニャが言ってた玉鋼じゃない？確かにそうです。この玉鋼は先ほどの剣炎剣の玉鋼と属性が異なるみたいですね。属性？授業で習ったでしょ。玉鋼にはそれぞれ特殊な属性があって、例えばインドで掘り起こされた。戦場で授業しないでよ。待って、この玉鋼にも字が刻まれている。石碑と同じ字だ。字が刻まれた玉鋼。初耳ぬ。キアナ、画像を送ってちょうだい。負荷に解読させるわ。この装備でお姉ちゃんを守れるかな。セール、了解しました。この程度怖くなんてないよ。ふか、玉鋼に刻まれた文字の意味は？はい、得意な文字です。大方の意味は、この第三代玉鋼を我が子ジョカに送る。この世界は間もなく崩壊により滅ぶ。だが人類が滅ぶことはない。ジョカ、我が子よ、長い長い眠りの後、お前は再び目を覚ますだろう。常人より強い力と命を得て。ジョカ、お前は崩壊から次の世代を守らねばならない。我が子よ、この玉鋼は崩壊。何言ってるのかさっぱりわかんない。私もよくは理解できませんでした。ジョカ、神州伝説の神明、剣人、玉鋼、うん、テレサ、何か知ってるの？長い話は先に CU を止めましょう。他のことは後でゆっくり教えてあげるよ。よくできたわ、ゼレ。腕を上げたわね。
ピーの気功があんなに。あれ、あの真ん中の子、気功を指揮しているみたいだけど、名前は確か新マールだ。僕の名を忘れるな。あの化け物に食われただけでもクソついてないのに、ちょうどいいか。クズバルキリーの気分ばらしだ。全員気をつけなさい。悪戦になりそうね。待ってください、シン。ブローニャ、お前は絶対殺してやる。全機構攻撃用意。姫子少佐、ブローニャはシンとの単独通信を希望します。ブローニャが休戦するよう説得します。それしかないよね。ここでネゲントロピーと戦っても無意味だわ。任務開始。交渉成功。ブローニャ、何を言ったの？まあいいわ。ネゲントロピーと共闘する日が来るとはね。ここが核心？戦術機構、撃ち砕け！待ってください。戦術機構の火力では意味をなしません。ブローニャは無駄なことを推奨しません。無駄？お前、僕に言ってるのか？忘れるなよ。お前は僕に屈服したんだ。ごめんなさい、シン様。ブローニャの出現でした。ふん、今回だけ聞いてやらないこともないよ。なんかこのシーンとか扱いやすいわ。ブローニャ、ハイペリオンに場所を知らせてちょうだい。了解しました。重装ウサギ19Cファイヤー。私を怒らせるこんな簡単なクエストのために抜き出さないでよ。死囚の表面が振動した。そこか。震源位置ロック、軌道位置修正、ハイペリオン手法エネルギーチャージ開始。
射出10秒前。